あいつなら。ちょっと大丈夫ですか？動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。ああ大丈夫か？怪我してないの？なあ、全然電波来ねえんだけど。なんだこれ。生きてやがったのか。なんだよ。おい、寝ぼけたガキ、この体よこせ。なんだよこの声。くそ、こんな都合よくはいかねえか。あれ？ったく、ど素人か。俺は中にいるんだ。このぐらいなんとか耐えろ。だろうな。なんだ？何か来る。喋んな。隠れる。いいから、今は言う通りにしろ。私だけが君たちを救える。君たちの魂は純化され、来たるべき世界の礎となる。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。さあ集え。良き終わりはそこにある。
敵だ。あとを。何言ってんだよ。そもそもあんた一体。おい、抵抗するな。だからもう俺のもんだ。お前はさっき死んだ。俺が出ていけばお前は終わる。そんな、どうすれば。お前に選択肢などない。俺に従え。いやだ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないこと知るかい。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他誰もいないぞ。こいつ悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。お前には消えてもらおう。仕方ねえ。まずは付き合ってやる。だが忘れるな。お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。指図するな。動きがぎこちないが、まあいいだろう。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろう。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやる。それにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。これが本当に渋谷なのか。
なんだこれ。向こうの世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。お前でも力は得られるみたいだな。妹ってのは病人なのか。ああ。それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。通れないな。別の道を探そう。何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために。あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか。どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。待て。あいつらはまだこっちの存在に気づいてない。見つからないようしゃがみながら背後へ近づけ。それでいい。恐れずにやることが重要だ。あ、お前も力の使い方が分かってきたみたいだな。よし、いいぞ。こういうところはまれびとが多い。気をつけろ。まれびと？さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼んでいる。
今のは奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。何か入ってるのか。食べ物がある。使えるものは使っておけ、こんな時だからな。それもそうだな。いるぞ。気を抜くな。エーテル結晶体で補給をしておけよ。嫌な気配がする。なんだ。
どうなってるんだ。警戒しろ。ここはまともな状態じゃないぞ。目に見えることを全て信じるな。ながらにしてあちら側と接続されている。まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。人間。もう一人。お前は、愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそは逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。マリに触れるなと言っている。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。Body.